おい、こっちだ。なんかあんのか？何すんだよ！話せよ。お願いがあるんだな。あんたのチームに入れてんだろ。もうすぐ大きなブリッツの大会がある。スピラ中のチームが集まるでかいやつだ。でかい大会だからお前のこと知ってるやつらもきっと来る。そしたらお前元のチームや生活に戻れるだろ。なあ、悪い話じゃないと思うぞ。どうだ、ラ。ああ。いいよ。ありがとうよ。大会まで頼んだぜ。ブリッツとシンだけがザナルカンドとスピラをつないでるような気がしたんだ。そんなに外れてなかったろ。俺はあそこで生まれて5歳でブリッツボールを始めた。13歳でビサイドオーラカに入って10年戦士ってやつだな。でも10年やっても大会じゃ一度も勝てなかった。で、引き際が肝心だってんで去年の大会を最後に引退したんだ。でな、引退してから新しい仕事を始めたんだな。でもちょっと気抜いたらすぐブリッツのこと考えちまう。10年間勝ちなしじゃな。去年の1回戦はチャンスだった。でもきついことがあって試合に集中できなかった。言い訳っすね。厳しいっすね。次の大会で勝ってスッキリしたい、そういうことか。大会の目標は？順位は関係ないんだ。いい試合ができたらそれでいい。本気でやったって充実感があれば俺すっきりやめられると思う。目標って聞かれたら優勝って答えろよ。試合に出るなら勝つ、それ以外何があるんだ。優勝？マジっすか。ビサイド村だ。食べ物ある？後であの家で食わせてやる。しばらく暇つぶしてろ。そうだな あそこが討伐隊宿舎だ。ルツとガッタにいろいろ聞いてみろよ。そうそう、こっち来い。なんだよ。お前いくらなんでもお祈りは覚えてるな。祈ったことなんてなかったから、もちろん全然知らなかった。きっと忘れてるだけだよな。まあとにかく教えてやる。ほれやってみ。
強敵だ。じゃあ寺院の召喚師様にご挨拶してきな。それはブリッツボールの選手だったら誰でも知ってる勝利のおまじないだった。なんか本当本当に俺の知らない世界だった。俺、真の毒気に当たっちゃったんです。何度も同じ言い訳をする自分が少しおかしくて寂しかった。召喚師とは神秘の技で我らエボンの民をお守りくださるお方。選ばれし召喚師が操るは血肉を持たざる聖なる獣召喚獣。祈りに応えて姿現す召喚獣は大いなるエボンの賜物。要するに、なんだかすごいおじさんたちに感謝しなさいってことだと思った。悪いな、飯はまだなんだ。昼寝でもしてろ。疲れてるんだろ。様子を見に行った方がよくはなかろうか。大丈夫だと思うんですが。しかし、もうかれこれ。しかし、もうかれこれ。かれこれ、一日経っているからな。様子を見に行ってもらえますか。すでに関係者で手分けして探している。ありがとうございます。あんなやつ帰ってこなくてもいいのに。死んでしまうかもしれないのよ。それでもいい。そんなに、そんなにお父さんが嫌い。死んでしまったら嫌いだってことも伝えられないのよ。わっか？なんかあったのか？召喚師が試練から帰ってこない。あ、いや、正確にはまだ重召喚師だな。あ、あの奥に試練の間ってのがあって、重召喚師はそのさらに奥で祈る。祈りが通じれば正式な召喚師になれるって思い出したか。誰かが奥の奥から帰ってこない。それは分かった。もう一日経っちまった。命に関わることなのか。時にはどうして助けに行かない。ちゃんとガードがついてるし、何より掟だし。もしものことあったらどうすんだよ。死んじまったらおしまいだろ。掟を破ってはなりません。知るか。一
きなり心細くなった。おい、何熱くなってたんだ。まあいいや。ここは召喚士と重召喚士、そしてガード以外立ち入り禁止だ。掟だからよく覚えとけ。あんたはいいのか？俺はガードだからな。ガードってば？あ！召喚士はスピラ中の寺院で祈りを捧げるための旅に出るんだ。ガードってのはその護衛だ。今この奥にいるガードは一人はすぐに怒るし、もう一人は何考えてるかわからん。まここまで来ちまったら一緒だもんな。しゃあない、行くぞ。なんであんたが来るわけ？私たちじゃ不安だった？いや、そのつい。ほら、やっぱり怒ったろうね。召喚士は大丈夫なのか？あんた。できました。私、召喚士になれました。こっちこっち。なに、あ、よく見てろよ。見えん、レッツの。いいぞ。圧倒的な光景だった。見た目は少し怖かったけど、なんていうのかな、不思議な優しさみたいなものが俺にも伝わってきたんだ。そうそう、初めて話をしたのは夜になってからだった。俺には分かってなかったけど、
あれは特別な夜だったんだよな。みんなの、俺の。チームのみんなに紹介だ。今度の大会にどうしても出たいってんでチームに入れることになった。ちょっと記憶がねじ曲がってるから変なこと言うかもしれないが気にするな。俺挨拶。よろしくな、みんな。で、大会の目標は？精一杯頑張る。俺たちの目標は変わった。目標は優勝だ。クリスタルの優勝カップをこの島に持ち帰る。出る試合には全部勝つ。よそのチームは全部倒す。そうすりゃ優勝できる。簡単なもんだ。優勝だ。優勝だ。ユーナです。さっきはありがとうございました。え？ああ、助けに行ったことか。でもさ、あれまずかったんだろ？俺、余計なことしちゃったよな。いいの。私が未熟だったから。あのさ、召喚獣見たぞ。すごかった。本当？私、大召喚士になれると思う？ユーナ様、もっとお話ししようよ。じゃあ、また明日。明日って？明日は同じ船で出発でしょ？あ、そうなの。お話、できるよね？うん。ザナルカンドのこと聞かせてね。可愛いだろ。好きになるのよ。そんなの約束できないね。向こうが俺のこと好きになったらどうするよ。そんなことにはならない。眠くなってきたら俺に言え。寝床の用意してやるから。船来ないな。早く来ないとみんなに見つかっちゃうね。本当にいいのか？ザナルカンドに連れてって。こらー、あたしと旅するって言ったのに。あれはユーナを好きになるなって言われたくせに。そっか。そう、だから私と行くの。なーにやってんだ、ガキのくせに女と旅だ。千年早いって。おうおう、また始まるのかな。泣くぞ、すぐ泣くぞ、絶対泣くぞ、ほら泣くぞ。大嫌いだ。聞こえねえな。もっと大きな声で言わないとダメだよ。大嫌いだ。あ？ほら、頑張れ。ほら、頑張れ。大嫌いだ。もう死んでしまったのよ。あの子がチャップに似ているのは認める。私も最初見たとき驚いたわ。でもどれだけ似てたって
ジャップの代わりにはならない。今はわからないだろうけど、いつだって私の方が正しかったでしょ。でもさ、あいつだって困ってたし。また言い訳？だってでも聞き飽きたわ。のあっ、怖いなあ。で、チャップって？俺の弟だ。お前に似てたんだ。死んだ？討伐隊に入ってたけど、去年シンと戦ってやられた。俺がそれを知ったのは大会の日でな。あ、それで。俺はガードになって真と戦うことにした。敵討ちか。そのつもりだったけどな。笑っちゃうよな。弟の敵討ちとブリッツ、どっちが大事だってんだよな。ま、次の大会終わったらガードに専念すっから。そのためにお前を利用してるみたいだけど、悪いな。気にすんなよ。俺だってあんたに頼りっきりだ。あんたに会えて本当に助かってる。いろいろありがとな、わっか。照れるからやめれ。よう、寝坊すけ。お前にやろうと思ってな。すげえ。もらっていいのか？おう、使ってくれ。それ、チャップにあげたやつ。気にすんな。あいつは一度も使わなかった。ユーナ遅いな。ユーナと同じ船なんだろ？先に行ってればいいんじゃないのか？10年前、ユーナはこの村に来た。ブラスカ様のナギ説が始まった年だ。ナギ説？その時から、ユーナは俺とルールーの妹みたいなもんだ。素質があることが分かって、重召喚士になって。そして今日、召喚士として旅立つ。初めから一緒に旅立ちたいってわけ。そんな荷物、邪魔になるだけよ。あ、私のものは何もないの。お世話になる寺院へのお土産。ユーナの旅、そんなんじゃないだろ。そっか、そうだよね。じゃあ、出発！出やがったな。いい練習台だ。その剣、試してみ。楽勝っすね。はぁ、やるね。あいつのスピードについていくか。お前ガードになれっかもな。飛んでるやつは俺に任せな。ちょっと面倒なやつが出てきたな。大したことねっすよ。ほらな、やつは魔法で倒した方がいいんだ。殴ってダメな魔物は苦手な属性の魔法で倒せばいい。魔法？属性？じゃあ黒魔導士様に手本を見せてもらおうか。頼む。何も知らないのね。
先が思いやられるわ。炎属性の魔物には氷属性の魔法が効くし、逆に氷属性の敵は炎属性の魔法が弱点よ。分かった？炎と氷はいいけど、雷と水はどうなってんだ？雷属性と水属性の関係も炎と氷と同じ。あいつは水属性の魔物だから弱点は。分かるでしょ？よく見ておく。早く行こうぜ。少しの間待つ。あ？もういいのか？うん。な、何？もういいだろ。なんだよあいつ。キマリロンゾ、ロンゾ族の青年。魔物の技を覚えて使いこなす。そういう意味じゃなくて。あいつもユーナのガードさ。え？私たちにもよくわからないんだ。キマリってとっても無口だから。うん。でも私が子供の頃からずっと守ってくれてるの。はあ。飛んでるやつはワッカの担当だろ。まあ、間違っちゃねえけどよ。せっかくだ、召喚士様にいいとこ見せてもらおうぜ。初の実戦ってやつだ。一応決めてくれ。修行の成果、見せてちょうだい。頑張って。はい。でかいのが再登場かよ。よし、今度は俺が決める番だな。俺の技で暗闇にしてやる。
プレイステーション。